田沙織のトリップステーション、6月1日水曜日午後3時。はい、今日もですね、国道330号線沿いパークアベニュー入り口 FM 小座のスタジオから私、木田沙織がお届けします。木田沙織のトリップステーションのお時間です。今日は22回目の放送となります。あっという間の約半年という感じですかね。で、今日は朝、今朝ですね、少し雨が降って、あ、今日一日涼しくなるかなーってちょっぴり期待したんですが、ね、暑い一日となっております。で、今日の沖縄地方のお天気は曇り時々晴れ、今ちょっと日差しが差してますね。で、気温が最高気温31度だそうです。もうなんか梅雨明けたかなーというような気もしますが、湿度は 90% 近く、80何パーとか 90% とかね、じめーっとして体力奪われるような、そんな暑い沖縄となっております。はい、梅雨明けまであと一歩っていうところですかね。今日も張り切っていきたいと思いますよ。この番組はですね、小座の町をはじめとしまして、で、沖縄の観光地だとか、あと穴場ですとかね、そういった旬な情報、うん、そういったお得な情報などをいろんな角度で紹介する旅番組です。で、この番組がですね、旅の情報発着点となりますようにという思いを込めまして、番組名もトリップステーションと名付けました。はい、ありがとうございます。つかっぴぬーギャラリー見学ありがとうございます。もう聞いてる方は何の話しようってね、思ってるかもしれませんが、よろしくお願いしますね。こんな私ですが、1時間生放送、ご協力、そしてお付き合い、お願いします。はい。メッセージお待ちしてます。旅の情報ですとか、あと旅の土産話ですとかね、そういったうちの地元にもこんなのがあるよとか、そういった情報をお待ちしてますので、メッセージ、どしどしお送りください。メッセージは、761@fmkoza.jp です。761@fmkoza.jp です。ファキシミリは098-934-8653、098-934-8653までです。で、この番組はですね、FM 小座は、ユーストリーム、ツイキャスにて映像と音声も配信しています。FM 小座のホームページからアクセスして見ることもできますので、ぜひそちらでもご覧になってみてくださいね。で、さてですね、今日のトリップテーマ、うん、今日のテーマは地元、地元、ラブで、スカッピードゥ、お願いしますね。スカッピードゥって意味よくないね。今日のテーマを発表します。地元、ラブなんてこった、この放送で遊んでる私どもですが、はい、私木田沙織とメイクは放送でね、遊んでるね、公共の電波を利用してね、はい、お聞きの皆様、地元お住まいの地域、もちろんこの FM 小座の放送のね、電波は小座のエリアではありますけれども、ユーストリームツイキャスの皆さん、毎週のようにね、長崎通信を送ってくださる方もいらっしゃいますし、そして関東からメッセージくださる方もいらっしゃいます。それぞれの地元の魅力についていろいろとお話をお聞かせくださいね。メッセージをお待ちしています。 761@fmkoza.jp です。木田沙織のトリップステーション、この番組はキリストを幸せにすると信じています中村洋装、オリジナルアクセサリーと雑貨のお店、ラグーン沖縄の提供で、この後4時までお届けします。ではまず1曲目です。サーカスで、ミスターサマータイム。
ひなさおりのトリップステーション FM 小座のスタジオから生放送でお届けしております。で、今日のテーマは地元ラブということで、うちの地元にこんな珍しいのがあるよーなど、そういったメッセージお待ちしていますよ。メッセージは 761@fmkoza.jp です。ユーストリームツイキャスにて映像も音声も配信してますので、こちらでもお楽しみください。では早速メッセージを紹介したいと思います。はい、ギャラリー見学に来ていただいておりますつかっぴりゅうさんからぷぷっぴりゅう風神だねこんにちは、沙織さん。久しぶりのラジオ見学の沖縄市のつかぴーです。今日から早いもので6月ですね。ムシムシして暑いって泣きって。で、今日のテーマは地元ラブですね。 FM コミュニティ、 FM 講座素敵です。ありがとうございます。聞きやすいしメッセージも送りやすいです。またね、遊びに来やすいステーションですよね。うん、ステーションでいいよね。うん、感謝、素敵です。近いうち沖縄市の図書館が移動するみたいで、ちむどんどんって、あ、もう早速かな。そうね、私昨日コリンザ行ってきたら本当にガラガラーンとしてる感じで、早く図書館移動しないかなって私も思ってたんですけれども、なんか近いうちみたいですね。ちむどんどん楽しみです。6月も始まったばっかり、楽しんでいきましょうということで、使ってピーさんから、つかっぴーぶーって言いそうなるさ、つかっぴーさんからの温かいメッセージでした。ありがとうございます。で、ツイキャスもですね、なんか今日リスナーさん同士のこのやりとりがですね、すっごい続いていまして、松崎しげるさんと社会復帰さん、なんか謎かけをしたいみたいですね。で、今日は謎かけ10個作る宣言を社会復帰さんが宣言してますので、私楽しみにしています。いくつできますかね。はい。そうですね。松崎しげるさん、地元は沖縄じゃないんですね。栃木は宇都宮餃子。ああ、有名ですね。宇都宮餃子。じゃ、食べたことないんですけれども、なんか羽がついてるとか、そういうテレビでは見たことあるんですけれどもね。はい。いろいろ宇都宮の話も紹介してくださいね。テーマは地元ラブでお待ちしていますよ。ではこちらで観光ニュースをお届けしたいと思います。観光ニュースをお届けしたいと思います。琉球新報、沖縄タイムスから今日は3つですかね、お届けしたいと思いますよ。で、まずは、糸満市の話題からです。で、糸満市は23日から那覇空港と市内の摩文仁の糸満観光農園までを乗り換えなしで往復する糸ちゃんバスというのがあるんですが、そのバスと市内157箇所を大型ワゴンで巡回する予約制の地域観光交通糸ちゃんミニの実証実験を再開させました。で、昨年度に実施した実証実験の検証結果をもとに、時刻表や経路、停留所など、そういった停留所の数などを見直して、利用者の利便性の向上を図っています。那覇空港と糸満観光農園を結ぶ定員55人の糸ちゃんバスは、採算性の向上に向けて、運行の本数を昨年度の12往復から6往復に減便したそうなんですね。で、その上で停車するバスの停留所を昨年度より13箇所増やしたそうです。時刻表や経由地も見直しているそうですよ。で、実証実験は今年9月末までまず行われるということです。で、糸ちゃんミニという乗り物はですね、で、昨年までは公共交通機関の少ない糸満の、なんて言うのかな、中の方ですかね、三輪とか高峰地域を中心に運行していたそうなんですが、で、本年度からは
市内全域で運行します。でバスの停留所を80カ所から157カ所に増やして、で観光地だとか公民館、コンビニエンスストアなど利用者の多い場所を追加したそうですよ。で市によると、住民の生活圏の 95% をカバーしたそうです。実証実験はこの糸ちゃんミニは来年1月末まで、糸ちゃんバスは9月まで。で、糸ちゃんバスの料金は160円から790円の範囲内。で、1日乗車券は1500円だそうです。で、糸ちゃんミニの料金は初乗りが300円。で、これは距離ごとにこう100円ずつ加算されていく形になっているそうです。で、1日乗車券は1000円。乗車の30分前までに予約が必要だそうですよ。で、利用時間というのは午前7時から午後9時まで。結構長い時間乗れますね。糸満に観光に行きたいって、私も結構思うんですけれども、なかなかこう、車だったらね、結構あちこち行けますけれども、路線バスの旅って私結構好きなので行きたいんですけど、一緒に、スカピにも誘われてる、くるかれてるー、ヒーヒー一緒に行こうね、じゃあね、どこにしようかな、楽しみです。で予約制なのでね、予約のお電話は、098-840-3210、3210までですね、098-840-3210 ですね、いずれも小学生などは半額の料金になるそうです。糸満にお出かけの際にはぜひ利用してみてはいかがでしょうか。では、もう一つはですね、渡嘉敷島。渡嘉敷島からの話題です。渡嘉敷島で25日の夜、サンゴの大量産卵、卵をたくさんね、大量の産卵を地元のショップダイバーが確認しました。サンゴは年に一度だけ、5月から7月の満月の前後に産卵します。で、アハレンビーチでは午後10時20分頃から、緑石サンゴ、コモサンゴなどの放卵、放生が一斉に行われ、見学に訪れたショップダイバーの方々、インストラクターの方々などは、夜の水中神秘ショーを堪能したそうです。なんか写真で見る感じでも本当に宇宙なのか海底なのか、すっごい神秘的な写真がね、掲載されているんですけれども、で、そのアハレンビーチでは、昨年より1週間早い産卵確認となったそうです。はい。産卵といえば、うちのですね、飼ってる黒いドラキンちゃんがですよ、たくさん卵を産みまして、もう、まあ、産卵シーンはえげつない感じだったんですけれど、で、その中から20匹、孵化しまして、私今育てるのに必死です。子育て真っ最中。デメキン可愛いさね。黒デメキンなんですけれども、その成長がとっても楽しみです。ちょっと私の話をしてしまいましたけれども、渡嘉敷島でサンゴの産卵の話題が届きました。で、もう一つなんですが、こちら地元の沖縄市、子供の国からの話題ですよ。沖縄子供の国で22日、インド象の龍華の16歳の誕生会が開かれました。で、園内の広場に集まった親子連れらがバースデーソングを歌って成長を祝いました。で、龍華は歌に合わせてタンバリンじゃない、ビンラディンみたいな感じだったらごめんなさい。やめて。歌に合わせてタンバリンやハーモニカを演奏してご機嫌の様子だったそうです。果物や芋、お芋などを素材に作った特製ケーキを子供のルビと一緒に平らげ、旺盛な食欲で会場を沸かせました。私、去年の誕生会は行って、その様子を間近で見てきたんですけれども、かなり豪快にね、この果物で作ったデコレーションケーキみたいな感じで、出すんですけれども、むしゃむしゃとね、頬張る姿、またこれも可愛かったですね。で、この龍華なんですが、現在2400キロの体重で、人間に換算すると20歳ほどの年齢になるそうです。はい。子供の国にお出かけの際には、ぜひ、龍華、ルビにも会ってみてくださいね。会いに行ってみてください。以上、観光ニュースでした。
はい、レラシウムスで大間さんがやってきたという曲をお届けしました。可愛いね、可愛い曲でしたね。大間さんがやってきたって可愛い感じでございました。はい、あのメッセージが届いてまして、ツイキャスからですが、あの社会復帰さん宣言通りなんか10個いけそうですね。魔族系10お届けするっていう宣言をしてましたが、どれからいこうかな。さっきの子供の国の、子供の国のって、子供の国の、ジョーさんの話をしましたが、社会復帰さん、子供の国の人気者とかけまして、大ヒット商品の工場と解く、その心は、どちらも、増産です。って、すごいね。増産です。増産と増産ね、たくさん増やす産物の産、増産ですって。はぁ、すごいさ。で、渡嘉敷島のことも触れてるね。渡嘉敷島の海とかけまして、子供を産んだ女性と解く、どちらも産後が大切です。拍手が起こってますよ、ゲラリーから。ありがとうございます。はい、もっとありますけれども、また後ほど紹介しようかな。はい、ありがとうございます。今日はですね、テーマは地元ラブということで、メッセージをお待ちしておりますよ。 761@fmkoza.jp です。梅雨の中休みに晴天に恵まれた29日というと、もう何日前になる、5月29日の日曜日にですね、私、子供の国で行われました、馬晴らし、ツイキャスの皆さん、これですね、見えるかな、うん、馬晴らしというイベント、これは、子供の国で行われたイベントなんですけれども、馬晴らしに行ってきました。めちゃめちゃ暑かったですけどね、めっちゃ楽しかったです。で、この馬晴らしとは、というお話から紹介すると、琉球王朝の時代から、琉球王朝というと、もういつから始まってるのかな、明治12年までの歴史がありますが、でその琉球王朝時代から戦前までの約300年間、かつて沖縄には馬晴らし、馬っていうのはお馬の馬のこと、沖縄の方言で馬って言いますよね。で、馬晴らしと呼ばれる競馬が行われていました。全力疾走で速さのみを競う、現在よく見られる、ちょうどこの日が日本ダービーの日だったらしいんですけれどもね。で、そういう速さを競う競技の競馬とは異なっていて、で、200メートルの直線距離で、速さはもちろんですけれども、足並みの美しさを競うという、世界にも類を見ない、ものなんですけれどもね。で、戦前沖縄には、離島駅も含めまして、150以上の馬場っていうのは、馬を走らせる、競技をする場所ですね。馬場が存在していました。私が知ってるのは、泣き人馬場。と、あと、千葉なかな、地元で言ったら千葉なの、馬場公園ってあるんですけど、多分昔馬場だったところだと思いますが、もっとあるかな、多分ね、探せば。その馬場がね、各地に存在していました。で、150以上の馬場が存在して、網芝を中心とした地域の行事の際に開かれていたそうなんですけれども、網芝というのは、本土の方は何かわからないかと思うんですが、旧暦の4月の吉日に行われる行事で、14日、15日頃に行われることが多いんですけれども、網芝というのが、田んぼや畑のあぜ、のことですね。で、バレーというのが、払うことをバレー、ハレーとか言ったりしますね。で、アブシバレーと言います。雑草を刈り取って、農作物につく害虫を捕らえて、海や川に流して豊作を祈願する、アブシバレーという、4月のね、旧暦の4月の行事があります。それに合わせて馬晴らしというのが行われていたそうですね。で、現在は、たくさんの馬がね、戦前まではいましたけれども、戦争などもきっかけで、だいぶ、この馬晴らしに出られる馬というのが少なくなって、現在残っている日本の在来馬は8種類。で、与那国馬が有名かな。沖縄だったら。で、宮古にもあります、宝馬。で、琉球湖に存在している種類と、そして
沖縄子どもの国では与那国島が2頭ドゥナンドゥナンって言ったらお酒の名前よね。ドゥナン60度のお酒青森ね。ドゥナンとナビー、そしてチェジュ島、チェジュ島って言ったら韓国も最終島とも言うけど、チェジュ島ね、チェジュ島の馬を3頭ヌーリー沼に回るっていう、この3頭を飼育しているそうですよ、沖縄子どもの国で。うん、今回優勝した馬がそのチェジュ島出身のナナミという馬が優勝しました。メスですね、女の子が優勝しました。あれどっち、うん、女の子ですね。で、馬晴らしいというのは速さだけではないというふうに言いましたけれども、人間で言うと競歩みたいな感じですかね。競歩、もう競歩って言ったら私昔ねテレビで放送してた天才たけしの元気が出るテレビの岡間競歩しか見出せないんだけど、リーグは見れてないね、多分ね。はい。競歩みたいに、こう、ダッシュはダメよっていう感じですね、ルールとしては。で、馬で言うと、この馬晴らしで言うと、速体歩という独特の走り方です。ダッシュではなくて、早足のような感じ。で、リズムとか、あと馬の姿勢、人と馬の呼吸などが、喉をですね、全部をこう見る。美しさも競う。で、優雅さ、美しさを競うわけですけれども。で、その、昔はですね、今回馬晴らしの大会でも実際それを再現してたんですけれども、馬上杯といって、水を入れた杯があるんですね。その杯を持ったまま、馬をこう、馬と一緒に走るんですけど、この杯のお水を一滴もこぼさないくらい、やっぱり上手な人も、かつては。いらっしゃったそうです。で、今回も、ちょっぴりこぼれたぐらいで、うん、なかなかいい走りをしていましたね、ナナミがね。で、その速体歩という走り方で、あと髪型とかめっちゃ可愛いんですよ。尻尾、馬の尻尾も三つ編みをしていたり、編み込みをしていたりだとか、縦髪にリボンつけていたりですとか、そういったものも判定の基準になります。うん。で、その審判が赤、白って、こう旗を上げて、決めるんですけど、今回の馬晴らしも30頭ぐらい出場してたのかな。その中で1回戦2回戦3回戦というふうに勝ち進んでいって、ナナミが優勝しました。で、このような世界に類を見ない競馬というのは琉球王朝の豊かな精神性を反映したものだというふうに高く評価されているそうですよ。で、今回の出場者、私リハーサルから表彰式までずっと見てたんですけれども、最年少が久米島から出場した小学校2年生の男の子。うん、男の子が出場して、もう上手に乗ってましたよ。2回戦、3回戦ぐらいまで行ったかな。久米島の草木染めの布を、こう、鉢巻きの頭に巻いて、で、馬にも巻いて、で、馬とお揃いでね、ちょっとお待ちください。馬とお揃いで、衣装もね、結構決まってました。少々お待ちください。はい。で、さっきも言いましたけれども、馬の尻尾を編み込みにしたりとか、縦紙に飾ったりですとか、そういったものも、あと、騎乗してる、乗ってる方々の衣装とかも、そういったものも対象になります、この採点のね。そしてね、こんなにお話ししてるんですけれども、私の番組ではよくあることですけれども、ラジオなので、その可愛らしさ、部分がどうだとか、縦髪をこうしてるとか、尻尾を編み込みにしてるとか、そんな話をしても、ラジオの向こう側の方にはね、ビジョンとしてはもう想像にお任せしますみたいな話になっちゃう、私の番組ではよくあることなんですけれども、ラジオなのでね、映像ではお伝えできないんですが、私たくさん写真を撮ってきたので、後ほど、ブログにアップしたいなと思います。 FM 小座のホームページの番組欄から、あるいはですね TW ブログ内の私の名前で木野沙織で検索をしてくださいね。今夜から明日中には、はい、配信したいなと思います。また子どもの国なんですけれども、この馬晴らしの行事はこの後ツイキャスの皆さんはこう見えるかな、第1回の2016年は5月29日の日曜日に終わりました。で、この後は9月25日の日曜日に行われます。そして年明けて1月29日、2017年の1月29日にも
開催されるので、ご都合いい時にですね、ぜひ足を運んでみてくださいね。馬の可愛らしいんですけれども、この走り方の側転歩っていう走り方が本当に美しいので、生で楽しんでいただけたらなと思います。そしてですね、子供の国、もうちょっとお話しできるかな。で、今週早速ですね、ズーナイトが始まります。ズーナイトって行ったことありますかね、つかぴーさんたちもね。ないない楽しいよ。あ、また一緒に行こうって、クリカに出るしつこいね、しつこいよね。ズーナイトというものが行われます。ワクワクズーナイト2016、飼育員と巡る夜の動物園というのがもうスタートしてて、で、完全予約制なんですけれども、6月はですね、毎週土曜日4日、一番近くて4日、そして11日18日25日、夜7時から9時まで、この2時間の間、ワクワクズーナイトが行われます。予約制です。で、対象となるのは4歳以上、3歳以下は参加できないそうです。ご了承くださいとのことです。で、料金なんですけれども、これは案内付きですね、ガイド付き。大人料金が1500円。そして4歳から高校生が750円。年間パスポートをお持ちの方はご提示ください。割引があるそうです。もちろん持ってるよね、市民。ああ、そうですか、私持ってるわ。で、1回の定員が40名。で、10名以上で開催されるそうですね。グループでお友達同士で参加するのがいいんじゃないかなと思いますよ。で、申し込みの受付、いやいやって、行こうね。で、5月30日の月曜日より受付が開始しています。先着順になるそうなので、こちらはお問い合わせは子供の国、沖縄子供の国まで、098-933-4190 まで、933-4190 まで、こちらお電話、お電話にて先着順となっております。いろいろこう参加においての注意事項などもあるそうですが、こちらもぜひ沖縄子どもの国までお問い合わせをしてみてくださいね。ワクワクズーナイト。で、夏休みにまたまた同じようにナイト、なんだっけな、夜のこう動物園も行われますけれども、まずはこの6月はズーナイトがあるそうなのでね、ぜひ参加をしてみてください。さあ、馬原市の魅力は伝わってるかなってはい、早速馬原市に関する謎かけ届いてますよ。社会復帰さんから、こう満足目かな、7ぐらいやってるかな。で、馬原市とかけまして、舛添東京都知事と解く。読み解くのよな。その心は、どちらもずっと人気が続く。はぁ。あれだね。社会復帰さん、本当に時事ネタ得意中のあれ中って感じだね。はい、私もちょいちょいぶっこんできますけど、はい、馬原氏とかけまして、舛添東京都知事と解く。その心はどちらもずっと人気と人気、ね、人気と人気が続く、人気が続くと。うまいですね、ありがとうございます。ではですね、ここでもう一曲いってみようかなと思います。ありましたかな。はい、では一曲お届けします。ザ・ブームで帰ろうかな。
え、また雨降りそうな感じ。木田沙織のトリップステーション FM 小座のスタジオから生放送でお届けしております。ありがとうございます。拍手喝采でございます。ギャラリーから、はい、つっかぴりゅーさん、ありがとうございます。つっかぴりゅーさんのお隣はもう何とお呼びしたらよろしいのか、メッセージくださいね。はい、メッセージは 761@fmkoza.jp です。本名を知ってるんですけれども、ラジオネームがわからないのでラジオネームを教えてくださいね。ラジオネームね、よろしくお願いしますね。本名は知ってますけどね。はい。761@fmkoza.jp です。で、今日のテーマは地元ということでメッセージをお待ちしておりましたが、届いてます。ありがとうございます。ラジオネーム、ミーライビンさん、ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。ハイサイ、ミーです。キナサーちゃん、キナサー、チャーガンジューって。キナサーちゃんって呼ばれてるからね、さ。キナサーチャーガンジェー。今日のテーマは地元、ラブだねーって。私の地元は、富城っていう人もいるけれど、私のこだわり、絶対富城って言います。富城出身って言います。そうよね、あれ富城って言っても伝わるっちゃ伝わるけど、正しくは富城だよね。ただ、いつも不思議に思うんですけど、富城、ん?富城小学校、富城中学校、富城高校って言いませんか?向こう。なんかそれがいつも不思議に思います。理由知ってる方いらっしゃったら教えてくださいね。そしてそして、ミニライブンさん。地元ラブな場所は、今や温泉からホテルから複合施設までできた背中島です。って、そうね。全然違うね。向こう、景色変わりました。で、20年くらい前は良かったよーって、綺麗な海を見ながら、飛行機も見えて、甲子園見ながら、甲子園、私、シュープンプン漂ってるね。甲子園見ながら、嫌なこと忘れられる癒しの場所だったさーって。発展して、今は、寂しいさーって。でも、小座の皆さん、ぜひ、南部へいらした際には、発展した瀬長島、立ち寄ってくださいねーって。安心、またねー、バイバイキーンということで、ミーレビンさんからメッセージ、届きました。ありがとうございます。そうね、瀬長島、だいぶね、写真も変わったので、まっすぐ行くつもりが、あれ?何故か背中島に到着してるよっていうことがあったりしますよね。なかなかね、中部の私たちは慣れないような道路になっちゃってますが、ぜひ、海かじテラスのあのエリアですね、行ってみてくださいというお便りでした。ありがとうございます。で、続きまして、AKB ファンさん、ありがとうございます。メイビーサーリン、FM 講座お聞きのリスナーさん、こんにちは。こんにちは、サオリンですって。で、今日のテーマ、地元ラブ。俺は兵庫県西宮市だから、やっぱり阪神甲子園球場といえば阪神タイガースラブやなーって。以上。リクエスト、六甲おろし、メグよろしくお願いしまーす。ということで、私たち歌いまーす。阪神タイガースって感じね。フェー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 な感じじゃない?以上、ここしかまだわからなくてさ、レッコーレ
しいのに、さあそうと楽の音程がわからないわけよ、この辺がね。私はネームが好きです。ネーム以上いや、昔の吉田監督が監督をしていた頃の阪神タイガースがすっごい好きで、バース、掛布、岡田、松本氏があれ巨人だ怒られる。で、あの時期、あの頃の阪神が一番、この私が生まれてから現在に至るまでの阪神では一番あの頃の阪神が好きだったかなという感じです。なんか昔のプロ野球が私好きで、野球大好きなんですけれども、プロ野球ニュースがあったりとか、あと、チンプレーコープ練習でミノモンタさんがこう、アナウンスしてる、あの時期のプロ野球がすっごい好きでしたね。懐かしい。私の懐かしいとメイグの懐かしい。またちょっと違うかもしれないけど。ねえ、多分ね、違うよね。きっとね。私はそこまで、その時代のプロ野球が好きだったかな。で、今も好きだけどね。ということで、六甲おろしは、ね、ございました。ありがとうございます。はい。で、ツイキャス、あ、早速ツッコミです。社会復帰さん、松本、何があって。だからよ、間違えた、何だった掛布、バース、岡田、で、松本が違うんだよね。また言うんかいって。歌うんかいって。ツッコミもたくさんありがとうございます。私はそれかなり結構、嬉しいですね。で、社会福祉さんが、小座を歩き回る、つかっぴりゅーとかけまして。つかっぴーさん、聞いてる？謎かけ来てますよ。つかっぴーさんの。読みます。社会福祉さんからです。小座を歩き回る、つかっぴりゅーとかけまして、俳句同好会と解く。その心は、徘徊ですね。かっこ笑いって。はい、10個作れたって、10個はもう達成ですか？すっげー、社会福祉さん。もう1個ぐらい作れそうな感じするね。ありがとうございます。はーい、吉浦中村さん、Facebook 承認ありがとうございましたって、私に言ってるよね、多分ね。はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いしますって、ちょっと選挙カーっぽい感じになったね、今ね。はい、あ、こんにちはかって、こんにちは、中村吉浦さん、地元自慢かって、ヌービアスタジアムはヴィッセル神戸、サッカーのね、アイナック神戸、よく沖縄でね、練習したり、試合をしたりしますね、人気のチームですね。で、コベルコスティーラーズ、ラグビーの沖縄、もうちょっと頑張りたいところよね。高校だったら小座校とか名護高校とかラグビー部もありますけれども、ラグビーのこの指導力だったりとか、まだちょっと沖縄、これからかなっていう感じがしますが、吉浦さんのところは、スポーツのスタジアムが多いですね。それら全部が一箇所で見られる。お得でしょって。本当にお得です。素晴らしい。ありがとうございます。メッセージ。ありがとうございました。ここで、地元の一つだけお知らせがありますので、地元の皆さん、はい、つかっぴりゅーも。しつこい？つかっぴりゅーって感じね。もうしつこいな、私ね。はい。あ、今エコー入れようとしたでしょ。違う？エンディングですが、ここで地元の沖縄市からですね、ちょっと、募集のお知らせなんですけれども、ギーク方言で、ギーク、ミザトゥ、コザムクトゥ、ミヤティ、ミランチ、キミソーリオーということで、沖縄市では沖縄市史の編集のため、地域の方々から戦前戦後の生活の様子や戦争体験、移民、出稼ぎなどのお話をしていただける方を募集していますよ。ぜひ、あなたの体験談をお聞かせください。で、対象となるのがですね、現在沖縄市に住んでいらっしゃる方、そして戦前の五駅村、三郷村の方、私三郷村です。で、戦後沖縄市に住んだことのある方、随時募集していますということで。
ご自身の体験はなくても家族やお知り合いに体験者がいましたらご紹介くださいということで、詳しくは沖縄市市編集担当、これはですね、沖縄市役所内です。098-929-4128 番までお問い合わせをお願いします。はい、では、もうエンディングですね。木野沙織のトリップステーション。この番組は、キリストを幸せにすると信じています。中村洋装、オリジナルアクセサリーと雑貨のお店、ラグーン沖縄の提供でお送りしました。この後も FM コザでお楽しみください。それでは皆さんまた来週。バイ、奈良。